イアナは衝撃的な遅さ。鼻じゃなくて口使ったら。頑張れダイアナ。この味、これはまさに勝利の味。黄昏のセミシラ海岸に優しく打ち寄せる波を思い出しちゃう。でしょ、ボーレットの腕は間違いないんだから。あ、はい。からお二人さん何してんの？ Z の美容師さんに髪をうねうねしてもらってたの。これはもはやアート。あんたの髪ちょっとなんというか古いから、今からポーレットに可愛くしてもらったらどう？どうかな、この髪型気に入ってるし。ポーレットに髪触ってもらったら気持ちいいよ。頭が爆発しちゃう。爆発はしない。バブス、あなたのことは大好きだけど、あなたの荷物はブレイニアックの都市のコレクションより邪魔臭くなってる。そんな大げさな。そこまでひどくないでしょ。でしょ。イエーイ。何ここ、悪の巣窟？イエス、じゃあみんな博士に乗っ取られてるんだ。助けなきゃ。あなたもそう思う？私たちも悪のふりして突入しよう。さあ。やった、作戦が成功した。壮大な戦いの末にメタロに勝った。スーパーガール、スーパーガール。戦いでクリプトナイトを浴びすぎたんだ。カーラ、どうしよう、私のせいだ。大変、助けてちょうだい。道渡ったら止まらなくなった。おばあちゃん今行く。助けるからね。あれ、年の割に随分とお元気なのね。おー、えらいよ、橋が上がってる。あいつが橋に近づいたら第二段階の時間だ。こんなインチキテクノロジーに頼るなんてどうかしてる。15ペース進んだら南に行って。ペース？ダイアナ、私、運転上手じゃない。馬車レースとか向いてそう。あー、止まれ。地図が一番。また明日ね。あー、ケーキと足の枝、どういう意味だろう。1たす1は汗と辛い顔、剣の訓練。はい、ダイアナ。ああ、バーバラ、ねえ、この絵とか顔とか何？ああ、絵文字だよ。言いたいことを早く伝えられる。カーラは数学の授業が嫌いって言いたいわけ。でもちゃんとした言葉じゃない。そう、記号だよ。組み合わせて思いを伝えるの。暗号みたいに。ああ、なるほど。バーバラ、ありがとう。いいってこと。じゃあね。みんなこっちこっち、早く、めっちゃ楽しみ。わかったよ、行くから。驚いた、なぜここに。偉大なる預言者、これからの未来を教えたまえ。コインを入れるのだ。あ、もちろん、捧げ物ね。もっと教えたまえ。何このヘンテコリン、これ必要？オリンパスのナイトビジョンゴーグル、スピーカー内蔵高倍率ズーム。じゃあ、いらない？いる！第3段階、他のスーパーバカたちの注意を引く。誰か知らないけど。ついに連続する！おびき寄せるのはここ。うっ！